ジョンバール分岐点は SF の用語である。特にタイムトラベルに関する物語において歴史上の重要な一点で時間軸が分岐し世界が枝分かれして元の世界と並行した別の世界が生まれているという解釈をもとにパラレルワールドが生まれる瞬間を指す。この用語は量子力学の考え方に基づいた可変の未来という発想をもとに 史上最初に書かれたとされる SF 小説、ジャック・ウィリアムスンの工事軍団に由来する。物語本編内では、平穏なユートピア社会、ジョン・バールとカルト教団的な先制君主が支配する上、最後に支配者同士の対戦が原因で人類が絶滅する議論地という二つの未来世界が存在し、両者とも人間の意志で原始エネルギーを制御、解放する大と、 イレーヌという新技術をもとに世界が発展したことは同じだが、この技術の発見者が以下のような小さなことで別人となり、それによって全く異なる世界と化している。ありがとうございます。